はいよします。これ全部です。後藤のです。盛り付き量から直接送ってもらって、海の中で刺して締めて死ぬ気まで海の中で。捨てるものがないって言われるぐらいなんで、上は。あ、こんばんは。こんばんは。願望が聞こえてくる。シューさん行ったよ。これ全部です。後藤のです。盛り付き量っていうから直接送ってもらって、海の中で刺して締めて死ぬ気まで海の中でで送ってもらうんですけど、寝かせるとものすごくちょうどいいぐらいで届くんですよ。すき引きって言ってこうやってすくうとこの鱗だけ取れるんですけど、この鱗もちょっと揚げるとつまみになったりとか唐揚げにするんですけど、なるんです。鱗は捨てない。そうですね、捨てるものがないって言われるぐらいなんで、上は。
甘党ネギって言って、はい、この時期に出る甘い深ネギ。自家製のカニクリームコロッケです。おー、味が2種類あって、カニ味噌と普通のノーマルと。そうなんだ。揚げすぎると中が爆発して出てくる。卵黄にくぐらして黄身にしてます。コースの煮物いきます。お願いします。桜エビと青さのりのかき揚げっていうメニューです。魚店は新鮮な魚を使っているので、生でも食べれるので、完全に火入れてしまわなくても大丈夫です。逆にふっくらした状態で食べていただいて。マダイを、桜エビの衣でフライにして揚げてます。温度が高いので焦げてしまうので、一回揚げて余熱で入れます。そう。今日は。ありがとう。写真撮れた。サンバさん。あ、こんばんは。こんばんは。はい。ああ。おいしい。わらっていう魚で皮が硬いので炙って。カリカリ。はい。で柔らかくして炙ることによって皮まで食べれる。お通しだけで。お通し。お通し。
キモさん、ハマグリの焼きを2、うんうん、アメリカのタイパーまで何でもそしたら見ないのが車揚げ刺身ですね。シーさん行ったよね。ハマグリです。いやもうさ、もう内心それどころじゃないって言ってたらさ、あ、じゃない、じゃない、わかるわ、そうなんだ、写真しか出てないけど、はい、トロテッカ、DD 業者を手ごめにしやがったみんなに言われた。いや、おいしい。できたら本当にプレゼントだから。高見でーす。高見めっちゃ美味しい。お願いします。お願いします。はい、ニガナゴそのままでーす。めちゃくちゃ見えた。うちの店とね、他の店に行ったら、普段は別にそんなに聞いてる人はいないし。はい、梅山芋巻き。これマグロレアカツです、ね、刺身 の、 あの生で食べれるやつをあれしてるのでレアで揚げてます。非常に、はい、デイさん、はい、